いやー何してるんすか。くるめ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 。あ、インポスター1だったのは山さん抜けたからだでしたね。コメント欄閉じます。さよなら。ナイスボタン、ナイスボタン、素晴らしい、ありがとう。ハンくん今回は新曲だ。弁当入れる役職じゃない。いや僕は弁当入れない役職です。へ、やばい、へすごい。ごめんなさい、去年の恨みが、去年の恨みが出てきましたね。去年のね、ヘイトすごい。ヘイトは攻めていいだろ。もう2ターン目ってさ、脇位置ほぼ効率化してったら固定だよね。貨物かキッチンかメインの3択だよな。その3択はほぼ絶対入ってるから、そこ入ってなかったらアーカイブかな。うん、何も見られてないんでここは抜けてと。黄色、白、茶色。無限大。死んでない。ナイス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 。ありがとうございます。結構時間経ってたけどな。そうなんですね。多分スパイがいたんじゃないですか。インポスターの横に、だから噛めなかったんですよ。適当だな、随分。クルーがいてもダメだ。僕が考えたのに、適当なんて言わないでくださいよ。クルーがいてもダメだろ。TikTok さん、僕、犬の動画ばっかり流れてくるんですけど、なんか、たくさんいいねしてるから。必ず、TikTok のコメント欄にいる、まあ王道なのはね、虐待、虐待だっていう、犬愛護団体の皆様の過剰コメントですけど、第2位がね、滑る、フローリングで滑ると腰を痛めるっていうね、フローリング警察コメントですね。非常に多いですね、TikTok。TikTok 名物。緑白。そうだ、嘘だ。なんだこれ。わあ、マックスさんと一緒にシャワーに入ったんですよ。でマックスさん上抜けたじゃないですか。で、うん、僕右の覚えゲーやったんですよ。で戻ったらもうメインとしからシャワーに入ったところで死んでました伊豆さんが。メインからシャワーに入ったところで死んでました。メインからシャワーに入ったところで、はいはい、曲がり角のところですね。でも自分はもう、多分僕は影丸くんと一緒にシャワー入ってるけど、僕は上に行ってるんですよ。で影丸くんもそれ見てくれていて、上でちゃんとフーとかとすれ違っていて、昇降機行って、アーカイブに戻ったところで、まあ、ずっとフーと一緒にいたから、ずっとではないけど、そのフーの方が先にアーカイブに抜けていて、で僕が後から、うん、アーカイブ行ってっていう状態でボタンとじゃじゃじゃレポートだから、シャワーには絶対関われないです。はい、そしたら柿さん、はい、学院長目線柿さんって弾けますか？柿さんも一緒にいました。柿さんの方がでも先に抜けてるんで、風の目線でどう見えてるかですね。僕 でも僕はずっとアーカイブ見ましたよ。はい、シャワーでタスクをやってるのを見て、その時扉が閉まっていて、で停電になって、何も見えなかったんですけど、じゃあ柿さん白でいいと思います。わかりました。夏目さん、あ、じゃあ左側でめちゃくちゃ弾けそうじゃないですか。夏目先生はシャワーからメインの方に行ってましたよ。夏目先生はシャワーから、はい、夏目でその7秒後ぐらいにレポートでしたよ。あら夏目、あ、いいですか、いいですか。夏目左側でヤーマンさんとパン君とお会いして、はい、エンジンの配線タスクをやった後に
メインの除染の配線タスクをやってシャワーの勝ちをやって戻りました。だからシャワーに入ったのもまあ一瞬ぐらいです。エレキ今回行ったんですか、まあ、エレキは行ってないですよ。あと畑迫さんは診察室の方でに行ってるのを見て僕は電気室抜けて右に行ってるんで右側っすね。左の人全員弾ける、うん、からパン君とヤマンさんが左側いるんだったらそれも弾けると思う。弾けます、はい、だから寺蔵さんと夏美先生と影丸さんの中に2郎いて、影丸さんレポしないだろうから夏美先生と寺蔵さんだと思います。うん、オッケー。影丸がそれ見えてたら別じゃない。非常に分かりやすくなりましたね。押していくか。はい、黄緑黄色。はい、はい、はい、おはようございます。もうサンローラーでも僕は大丈夫です。僕は後ろ取れるなら、はい、先端ってどこで見ました。あ、僕もローラーしてもらっても大丈夫です。あ、自分をどこで見ました。停電中にシャワーに入ったと思うんですけど。僕はメインの女性にやって終わりなんで、その時に見えました、夏美先生の名前が。あ、名前が見えたんですね。はい、有丸さんどっから入ったんですか。僕はメインの方から入ってます。一緒に入りました。そう、マックスさんと、うん、メインから入って覚え芸やったんでしたっけ。で戻ったら、覚え芸ぐらいで停電かなんかが入ってたはず。で戻ったら下があったんでしたっけ。そうですそうです。あ、オッケーです。じゃあ夏目がシャワーからメインに入ったのでだいぶ前です。7秒とかじゃないと思いますよ。あと夏目先生しての犯人誰ですか。実施点センターを弾けるんですか。よくわからないです。ハタサコがエレクトリカルから右にって言ってるんだったら、ね、多分あのハタサコの犯人像って多分テラゾー先端以外ないんじゃないかなと思ってる、うん、はいはいはい。視界的なもので若干先端を疑ってます。じゃ停電中に入ったんで。伊豆さんのキル学院長って掛け丸さん弾けますか確実に。プーちゃんの視点と複合して無理そうみたいな話じゃなかった今。そうそうそう、無理。いや無理とは言えないです、ごめんなさい。柿さんは無理って言えるんですけど、学院長は最後の最後でパーってなった時に見えただけなので切ってたら分かんないです。なので皆さんと一緒にいるって質問に対して分かんないって言ってましたよね、みなみさん。私水さんで多分左から入ってますよね、上じゃなくて、うん、上じゃなくて左からだと思います。寺蔵さんから追放しますか、はい、僕と、テラさんのローラーで、僕テラゾーローラーでできると思います。はいはいはい、そう、最後貨物だけど、ハタサコは見てないんで。で、ベントも多分アーカイブシャワーに人いたんだったら無理ですよね。そこにいないですよね。うん、ラウンジまで行けないですよね。アーカイブ勢の3人は。フーさんとカキさんとマックさん。次、はい、絶対ボタンを押してくださいね。はい。はい、誰か一緒に来てください。はい、僕も押してきます。了解です。まあローラーするのがいいかな。まあ夏目先生とだと思うけどね。はい、ナイス、ナイス、バイバーイ。まあ一旦吸った後って夏目先生するって感じですかね、はい。夏目先生まで吸ったら二陣が落ちるっていうのが先端さんの中での考えですよね。いや、影丸さんまでじゃないですか。そうじゃないんじゃない。あ、か、影丸さん。僕は目線はもうほぼ夏目先生と寺戸さんかなと思います。実施点は先端と誰か。プラスジャッカル。誰かっていうのは。うん、なんで寺戸さんの可能性が。シャワーの方が整理ついてないでしょ。寺戸さんは恥か。はい、なんで弾いたんですか。あ、先端テラゾーで対抗で視界的なもので先端を疑ってるから、うん、先端テラゾーの二陣外はないと思うからです、うん、テラゾーさん弾いてるのはテラゾーさん対抗位置が先端だからです。パン君と山さん弾けるわけですよね、うん、夏美先生して。パン君と山さんだけ弾けますですよね。で、フーさんとガキさんも弾けますよね、状況的に。うん、始まると思います、はい、だったらもう結構整理できてる。マックスさんか影丸さんじゃないですか、うん、はい、
はい。マックスさんってアーカイブの方行ったんですよね。停電直しに行ったってことですか？あ、そうです、そうです。停電どこが直りましたか？どこが直りました？あ、違う違う。昇降機入るぐらいというか、もう、にはもう直ってたから。はい。で、そこでも、フーとか、カキさんが、右側にもう帰ってきてるような状態ですれ違ってるって感じです。これちょっと言えばよかったんですけど、停電勝ち合ったんですけど、もしかしてテラゾさんが直してくれたとくれてたって可能性ありますよね。ある。僕真ん中の真ん中右左って直したんですけど、真ん中と右が多分勝ち合ったし、左かな、左が勝ち合った気がしてて、アーカイブ組は停電直しに行ってないのは確実なので、うん、扉閉まってたから、だからもしかしたら貨物でテラスさんが停電直してるかもしれないです。いや、だとしたら普通に畑迫さんが直してるところ殺されてる可能性もあっちゃうから、うん、それも、ああ、なるほど、うん、で、結局どうするんですか？今回は先端のランドラーで、まあ僕は夏美先生の行動先出ししてるのと畑迫さんのあれやってるんで、はいはい、まあ、しっかり遺言だけ覚えておきます。夏美が左組走ってるようなもんなんで、うん、サニー容疑者のところってボタン押してまだありましたっけ？まだ僕ボタン押した。なんだよそれ。なるほどね、センター最強、センター最強。いやー、マックスすげえスパイ切ったのかって思ったわ。悲しかった、俺嫌われた時、嫌われた時悲しかった。夏目先生に殺されました？僕はインポスターで夏目先生に殺されました。ありゃありゃ、はぁ、あ、悲しみなのよそれ。まあでもマックスが残ってくれるから大丈夫だろうと思ったら、センターの整理がもう全アですね。マックスがスパイだからさ、マックスが何らかの判断要素でもって伊豆さんスパイを突き止めたのかと思った。危ねない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 。はい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 。いやはい。何？いや。何してるんすか。夏目先生が弁当使ったとかそういうの。もうそれですね、もう。あ、で、あれ多分影丸さんはシャワー室のタオルタスクぐらいで死んでる気がする。いや、影丸は左のリアクター。うん、左のリアクターのあの学院長と南が直してる下で死んでました。いやー、出なければよかったワンちゃん。いや、ないなパン君来てなかった。それはあのフーちゃんかマックスさんがキルしたってことではない？弁当から弁当向こう行きさせないから、お互いには、うん、何を言ってるんだ。可能性はあるけど弁当に入ったっていうんだったら、でもあれキルできるんじゃないかな。あえ、じゃあヤーマンさんどこ？コックピットです。エンジンにおられた方って誰ですかね？あ、柿です。あー、で、あとは全部貨物にあります。あー、なるほど。じゃあもう夏目先生で終わらんかったらフーちゃんかマックさん、はい、あ、でもジャッカルいるかもしれないですよね。うん、あー、でも終わらんかったかもしれないんで、スパイってまだ生きてます？うん、はーい。お、え、誰ですか？マックスさん。マックスがスパイです。金庫におられた方って誰ですかね？リアクター鳴る前です。あ、俺です、柿です。あ、それが柿さんなんですね。あ、OK です、 OK です。あ、そのそれがフーちゃんかマックスさんなんかなと思って。くそー、はい、自投票して投票して、なんか夏目先生、なんか、いや、何も言ってないのに夏目先生、俺さ、終わるか、終わってほしいですね。ジャッカルオーの心配ですよね。でもまだに1000回しか落ちてなくないですか？可能性あります。終われたー、終わるんや。なるほど。夏目、夏目、停電ちょろちょろしたら俺ら二人で。嘘やね、あれね。いや、これやばいって思いながら殺されてもなーとかって考えちゃった、いろいろ。ああ、インポスターを守るために。はい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 。クルーメイトだったら夏目が怪しい行動してるし、インポスターだったらワンちゃん夏目殺されちゃうから。あ、ね、ごめん伊豆さん。え、ナイスでした。ああ、なるほど。じゃあテラゾー目線では俺がインポスターに見えてスパイが死んだように見えてるんだよね。あとは頑張れよマックスって思ってた。あ、そう。マックスが普通に容疑者位置に入ってたから、伊豆さんを何らかの要素でスパイ確定させて切ったのか。勇気あるわマックス。頑張れよ。見えるよね。すごいな、面白いな。なんだよそれ。絶望や。
俺マックスさんとずっと一緒に最初の方動いてて、パン君の言う通りスパイか本物かわからんから綺麗ねーと思ってずっと。あそうだよな。いやほんまそうなんすよね。いやおもろいな。面白かった。おもろい、インポスターがこんがらがるってやばいっすね。ジャッカルもおるしな。そうですね、うん、確かに確かに。そうだよな。なんかサボが起きないから、あいつやっちゃったなつえって思った。